人生 B ダッシュ網戸らしきもの壊れてんのよ。でももうさ、開けといてもさ、危ない暑さじゃないですか。でもさ、ちょっと開けときたい時もあるじゃん。戻っちゃうの。まあ、ちょっと出たんだろうね。下の方がなんかカッて破けちゃった。網戸らしきものが。さあ、今回プレイするのはこちら、稲妻イレブン。おー、来た。稲妻イレブンはですね、レベル5が制作し、2008年8月22日に発売された任天堂 DS 用収集育成サッカー RPG。 常識ではありえないような、もう必殺技をブワーみたいな、それを駆使して戦うサッカーが注目され、テレビアニメ化もされた人気作品。プレイヤーは弱小サッカー部のキャプテンとなり、部員の勧誘や練習試合を繰り返しながらストーリーを進行させて、フットボールフロンティア全国大会での優勝を目指す。今回は任天堂 3DS 移植版となる稲妻イレブン4任天堂 3DS にてプレイしていきます。やってみよう。稲妻イレブン。いきます。セーブスロットに名前をつけます。あなたの名前を入力してください。リとか、この間ツイッター見てたら、私としたことが今さら気づきました。リとか名人のリとかはカトリの逆からなんですね、みたいな。遅く気づきすぎた自分にショックを受けているツイートを見かけました。そうです、リトカです。カトリーです。どういう感じなんだろうな。サッカーのゲームだけど RPG、 ほんと時代がね、ドラクエとかもうファイナルファンタジー RPG ってそんな遡っちゃうんだよ、リトカからしたら。ゲーム中に登場する必殺だと架空のものです。危険ですので真似をしないで。できないでしょう。真似できそうなものもあんの。あ、始まった。アニメーションが始まったよ。がっつりアニメだな。アニメ化もされてるの？あ、もう、あ、アニメじゃないか。主人公？リとか？違う？部員たち？弱小サッカーチームなのか。なあ、やろうぜ。遠藤？遠藤が主役なの？へえ。練習っすか？壁山。ああ、試合に備えてさ。やる気のない部員たちなのか。遠藤ってこういう字なのか。この人数で試合なんか何人いるわけ。栗松。いやいや、サッカー部なんだから。そうそう、サッカーでしょ。何のビデオ。でもお前らだってさ、サッカー好きだろ。え、サッカー好きでしょ。何一人で熱くなってるんだ。悪いもんでも食べたんすかね。練習って言ってもサッカー部がグラウンドを使えるかわからないし。シシド。もうすぐ廃部って噂もある。染め岡、怖いね。どうしようもないって。エンド、やっぱりこのままじゃダメだ。とにかく俺一人でも練習を始めなきゃ。今日ぐらいはグラウンド空いてるといいんだけど。いきなり RPG だね。グランドってどれってこと？こっちの？これ？これ校舎か。ちょっとちょっと、メガネ。そんなに急いでどこに行くのさ。僕がこの学園での生活のコツを教えてあげるから、まあ聞いていきなよ。 B ボタンの使い方ね。B ボタンを押しながら移動すると速く走れちゃうのさ。 B ダッシュ来た。グラウンド空いてるかな。ねえ、リとかはいつ出てくるの。
よかった、今日は空いてるみたいだ。久しぶりにまともな練習ができるかもしれない。風丸、よう遠藤、相変わらず練習頑張ってる。ランニング、陸上部か。今日も一人、いつも一人なの？サッカー部なのに。パスの相手になってくれるって、風丸いいやつじゃん。陸上部なのに。おいおい、何やってんの。勝又。陸上部とサッカー部が一緒に練習なんて珍しいこともあるもんだ。力丸。結構みんないかついね。なんだと？一人でだって練習はできるんだぞ。俺にはじいちゃんの凄技特訓ノートがあるんだ。これには一人でできる練習だっていっぱい載ってる。じいちゃんがなんかすごい人なの？やばい。豆は。うお、乱暴してきたよ。ボールを返せよ。ボールが欲しければ取り返してみろ。弱小サッカー部。なんだと、よくも言ったな。本当に弱いかどうか勝負してみるかよ。お前らちょっとやりすぎだぜ。風丸かくい。遠藤、こいつらと勝負するのが俺の力かし。宮坂もいいね。なんか可愛らしいね。風丸先輩、遠藤さん、俺たちもお手伝いしますよ。悪いなお前たち。よし、こっちも4人で行くぜ。勝負だ。タッチペンを出せ。出してるよ。バトル急に。選手の位置を変えられます。あ、これはなんか変えられるってこと？相手からボールを奪え。この近くに置けんの？こうやって。どういうこと？なんかわかんないけど。あ、じゃあここ二人にしてみる。で、スタート。ボールに近づきすぎています。その最初から言ってよ。始まっちゃったじゃん。操作ガイド。タッチペンをスライドさせて選手を動かすからね。敵選手の間に割り込んでパスカットしよう。あ、パスしようとしたところにこれで間に行けばいいんだね。どれがこっち？こういう感じ？コマンド戦。敵にぶつかるとコマンドバトル。じっくりと次の一手を考えよう。フェイントとか突破とか。ぶつかるとってことは、ぶつかった方がいいってこと？ぶつかるとこのコマンド選択に切り替わるのかな。あ、今がコマンド選択。スライディング。うわ、いきなりアニメーションで、勝った勝った、勝ったじゃん。すごいね、本当にサッカー RPG だね。マップ移動。 RPG パッドではタッチペン、もしくは十字ボタン、スライドパッド、どれでも操作、どれでもいいのね。じゃあここはタッチペンじゃなくてもいいのか。うん、タッチペンを持って移動するには下画面どこかをタッチして、話す、調べる、話しかける相手の近くにタッチすることに変える。試合、サッカーバトルはタッチペンで操作。もうそこはそうなのね。 RPG パートでは十字ボタン、スライドパッドでもいいのか。あなたのやりやすい方、すごい優しいね。タッチペンじゃなくてもいいですよ、タッチペンじゃなくてもいいですよ、バトルはタッチペンですみたいな。つげつげ。
もう弱い者いじめも飽きちまったぜ。今日は俺たちラグビー部がここを使うことになってたんだ。いい加減どきやがれ。まだ文句言ってんの？一人でやるサッカーなんて聞いたことねえぜ。もうさ、勝ったじゃんよ。もうオンボロ部室に帰って部員たちと遊んでな。くそ、言わせた。またバトルすんの？落ち着けよ、エンド。グラウンドを予約してんのは本当みたいだ。そりゃダメだ、しょうがない。悔しいがこれ以上騒ぐと俺たちが不利になる。そんな学校なんでしょここ。悔しいがこれ以上騒ぐと俺たちが不利になるだけだ。遠藤くん。誰？昨日ここで何かあったらまたグラウンドが使えなくなっちゃう。そんな、なんか先生でも出てきて一言言えば。なんかもうすごい揉めてるけど。おっと、マネージャーさんの登場かよ。いいねえよ、あっち行くても可愛い女の子が守ってくれて。だって予約してんだからさ、もうラグビー部。くじゃねえよ遠藤。諦めようよ今日は。大丈夫遠藤君。すまない、すまない遠藤。俺たちもう練習にもらう。そうだよ、陸上部なんだもん。ああ、付き合わせて悪かったな風丸。元気出せよ。そうだよ、へこみすぎだよ。だから遠藤が予約しとけばよかったんだよ昨日。グラウンドを使いたいですって。やっぱり一人じゃなかなかグラウンドは使えないな。違うよ、予約していけばよかったんだよ。ラグビー部予約してたの。グラウンドの周りでランニングでもしてくるから。そうだよ、それがいいよ。昨日遠藤くん、そんな顔するなよ。いやお前がそんなだよ。みんながやる気を出せばグラウンドだって。まあね、あの部員たちがあんなだからね。まあ遠藤がこんなになっちゃうんだ。そしたらこのノートの練習をしてみんなで一緒にするから。そっか、なんかじっちゃんのノートもあるんでしょ。そして憧れのフットボールフロンティアの全国大会に出場する。全国ナンバーワンになる。それが俺の夢なんだ。遠いなぁ夢。だって部室あんなでしょ。でグラウンドも使えないしさ。うん、わかった。また誰これ。なんなんだ。お？ボールに興味を。何？昔はサッカーをしていたけど、今はもうみたいなすごいプレイヤーなんじゃない？おい、なんだあいつ。お、喋るようになったよ。ねえ、あの人もしかしたらゴーエンジって人かも。すごい名前だな。ゴーエンジ？なぜ？フロンティアに出てた有名な選手だと思うんだけど、すごいストライカーだったって。ここにいるってことは、もしかしてこの学校に転校してきたのかな。本当か。じゃあサッカー部に入るかな。いやそんな簡単じゃないよ、あの様子だと。もしかしたらそうなのかも。いや、そうだよ、それも。フットボールフロンティアの選手か。どんなサッカーをするんだろうな。でもなんかがあって、もう今はなんだか楽しそうだね。ボールとはもう友達じゃなくなっちゃってんだよ。だから遠藤がなんかきっかけを作らないと。追いかけてくるよ。あー、おい遠藤。まだそんな急。また誰が来た。ハンダ。不愉快先生が呼んでるぞ。なぜ喋るようになった急に。大事な発表があるんだ。大事な発表？サッカーフロンティアを目指すみたいな。いやいや、あいつは入部しない。
でも、なんだ、廃部のことかもしれないよ。廃部？そんなわけないだろう。どうして今いきなりそんなことになるんだ。そうだよね。とにかく一度部室に戻ってみる。うん、そう、ここはタッチペンじゃなくていいんです。一緒についてきてくれるのね。ボロボロだな。お、喋んなくなった夏美。喋んなくなったなんでもないわ。汚い物質だと思って見ていただけだよ。さっきのあのかっこいい、すごい、すごそうな子とつながりのある女の子なんじゃない？誰だあいつ、知らないね。生徒会長のライモン夏美さん、理事長の娘さんよ。学園の経営まで任されてるってこと。え、そんな人がサッカー部に一体何の用事だったのかな。気になるけど、ユカイ先生の話が先で、どうして声を出さなくなった。うん、A ボタンで開いた。半田、不愉快の話なんで、どうせまた部室の掃除をしろだとか、ろくな話じゃないさ。おっと来たぜ先生。あ、なんか先生どうした。全員集まっているようですね。暗い先生だね。それでは皆さんに、1週間後に久しぶりの練習試合をすることになりました。一体どこがうちと練習試合をする。帝国学園です。どうです、すごいでしょ。帝国、それって最強と言われるね。なぜ、うお、かっこいい、素晴らしいシルエットです。後ろのすごいでかいやつ、そいつの左肩に乗ったなんか小さいやつ、僕結構好きなの、一番左の横向いちゃってる、口がこうにやってなってる、正面を向いてないやつも好き。なぜそんな最強のところと、シシド、この40年ずっと全国大会で優勝して、なぜ今7人しか部員がいない。部員が足りないのなら試合までに集めておけばいいんでしょ。この試合に勝てなければサッカー部敗部になることが決まりました。勝てるわけないじゃん。勝利なんだこの子。これは校長と理事長お二人が決定された。グラウンドを使えるように頼んでおきましたが、きちんと整備しておいてください。とんだ恥さらしですからね。いや、もう勝負すること自体が無理な話ですよ。話は以上です。どうするんでやんす。これは面倒なことになってきたでやんすよ。ついに敗部か。いつかこうなりたい思ってたけど。何言ってるんだ、なんで読まなくなったの。やっぱさすがに声優さんに全部っていうのは難しいのかな。敗部になんかさせやしない。せっかくグラウンドが使えるんだ、メンバー集めて練習して、帝国はおっと言わせてやろうぜ。考えてたんやつだな。今更部員なんて集まるわけない。どうでやんすよ、キャプテン。まだわからないんでやんすか。一応キャプテンなんだ、遠藤は。恥をかくのが分かってんのに嬉しいわけがない。何も始まってないうちから諦めんだ。勝つか負けるかなんてやってみなきゃわからない。部員、足りない部員はたったの4人だ。俺は絶対に部員を集めて帝国と試合をしてみせる。そうだ、ゴーエンジ、今こそあいつを探して仲間にする時だ。いやー難しそうだよ。彼はこうしちゃいられないぞ。昨日ついてきてくれ。分かったわ、遠藤君。第1章、帝国が来た。おー、帝国が来るか。
やっべ、プリスが腰が痛くなってきた。やっぱ買おうか、ゲーミングチェア。僕はあまりやったことないけど、いつも草薙剛がやってる動き。よし、どう、あの子はすんなり入んないでしょ、豪炎寺は。ブログって知ってる？なんだそれ。携帯でやる日記みたいなもの。他の人もそれを見たりできる。最近はやる。何のために？これがブログを更新しましたってわけです。チームのこととか書いておくから。コマンドメニューの情報からいつでも呼び出せる。何をしたらいいか迷ったらブログを開いてみてね。なんかヒントをくれるってことか。みんなに話を聞いて豪炎寺を探そう。転校生ね。下の方へ歩いていくのを見かけたぜ。ツンツン頭の子が裏門に歩いて行ったけど彼のこと？駐車場。なるほど、さっきまで止まっていた車は帝国学園のものだったのね。これ裏門なんじゃないの？ずいぶん前にそこの裏門から出て行ったぞ。転校したその日に裏門から帰るなんてちょっと変わってるよ。裏門は閉まっているからお前たちも帰るなら正門を使った方がいい。豪炎寺、もう帰っちゃったんだ。とりあえず俺たちも正門の方へ行ってみるか。これグラウンドの方だよね。豪炎寺君帰っちゃったみたいだね。今日中に会うのは難しいかもしれないよ。明日まで待つしかないのか。なんだかすっきりしないな。こんな時はあそこに行ってみるか。あそこって、そうだ、昨日も行かないか。きっとお前も気に入るぞ。もったいぶらないでよ。遠藤君、一体どこに行くつもり？いいから、楽しみにはしてろって。とりあえず正門から外に出ようぜ。全体マップに鉄塔エリアが追加されました。正門から外に出よう。なんか話してみる？練習試合なんてやんなきゃ無駄だぞ。早く廃部になっちゃうよな。話さなきゃよかった。全体マップに、はい。選ぶのね。あー、鉄塔か。アニメーション。昨日、連れて行きたかった場所か？どうしたの？急にラブストーリー？目指すはこの先の鉄塔だ。鉄塔？あそこって何かあったっけ？綺麗な夕日が見れるんじゃないの？鉄塔か。ここから上に登れるんだ。さあついてきてくれ。危ないよ。ダメだよ、こんな勝手に登っちゃう。どうだ、いい眺めだろ。大輔の凄技特訓ノートによると、ここは俺のじいちゃんのとっておきの場所なんだ。え、そうなんだ。それっていつも持ってるけど一体何のノートなの？これは俺のじいちゃんが残してくれたノートなんだ。じいちゃんが考えた特訓メニューやサッカーへの思いが書いてあるんだ。昨日にも見せてやるよ。大輔の凄技特訓ノート。シュート止める技その1、逆立ちし指の力だけで毎日グラウンド100往復。本気？これこそダンプも止める無敵の力、ゴッドハンドだってさ。だから言っただろう、これさえあれば一人でも練習できるって。
ゴッドハンド、ちょっと引いてるじゃんよ。木野さん引いちゃってるよ。せっかくいい雰囲気なのに。それにその字、その私には何て書いてあるのかちょっと読めないけど、でもそんな技のことが書いてあるなんてすごいノートだね。さすがヘンド君、引いちゃってるよこれ。おじいちゃんとも一緒にサッカーしたりするの？いや、俺が生まれた時にはもうじいちゃんはいなかった。このノートは天国からじいちゃんが届けてくれたんだって俺は思って、このノートによるとじいちゃんはサッカーのことで悩んだらここに来るようにしてたんだって。だから俺も何かあった時はここに来るようにしてるんだ。そうなんだ、遠藤君にとってこの場所はそんな意味があったんだ。ちょっとまだ引いてるよ木野さん。きっと形になるよ、さあ帰ろうみたいな空気じゃん。あ、まあね、豪円寺君が来てくれれば帝国ともいい試合ができる。昨日、明日からもよろしくな。うん、こちらこそ。ちょっと引いてるよね。それでは今日はもう帰りましょう、そろそろ暗く。そうだよ、中学生でしょ。帰ろう。ほらやばいよ、なんか絡まれちゃうんだよ。おいおい、ちょっと待ちなよお二人さん、こんな時間から目立つ場所でイチャイチャしてくれちゃってよ、まったく羨ましい。なんだよ、どっと置いてくれ。なんだって聞こえねえな。どくのはなおめえなんだよ。うわ、どうしたどうした、一発ぐらい反撃してみな。いい邪魔だぜ。あ、悪いな。サッカーはもうやめたんだ。だよね。キックを打てるやつがなんでサッカーをやらないんだろう。何か理由があるのかな。何なんだろう。なんかボールが転がって事故になんかなっちゃったんだよきっと。あのシルエットでさっき映ってた。何か理由があるのかな。妹とか。でもサッカーが好きじゃなきゃあんなキックは絶対できない。まあ好きというかもうとんでもない技をお持ちですよね。こうなったらあいつがうんと言うまで何度でも誘い続けてやるぞ。そんな時間はないんじゃないの。足りない部員はあと4人だし他の人にも声をかけていかなきゃ。私も手伝うから頑張りましょう遠藤君。ああ。次の日公園どのクラスに入るのかな。どのクラスに、あ、豪円寺がね。ねえねえ、あきちゃん、さっき男子たちが話したの聞いちゃったんだけど、うちのクラスに転校生、遠藤と同じクラスになるの？転校
転校生がやってきたぜ。飽きたじゃん今。皆さん、我がクラスの新しい友達になってきました。ゴーエンジ君、ゴーエンジ修也です。よろしく。どうした、遠藤君知り合いなんですか。ゴーエンジ、やったな、同じクラスになるなんて。これも運命ってやつかな。よかったですね、早速友達。ガンガン行くね、遠藤は。まだ手続きがありますね、私も。職員室にもあります。どうした、こうなったら何としてもサッカー。そうだよな、追いかけたら今じゃないだろう。追いかけんの、なんで今。職員室に行ったんだよ、手続きのために。何、ちょっと青鬼が出てきそうな雰囲気だけど。ゴーエンジいたよ、待ってるだから今じゃないだろ。なんだ、またお前か。サッカーならもうやらないって言ったはずだぞ。どうしてなんだ、お前サッカー好きなの。おい待ってくれゴーエンジ、待つのはあなたよ、見苦しい人ね。誰、あの偉い人の。なんだ、彼がサッカーをやめた理由は彼の妹に。ほら妹だ、そっとしておいてあげたらどう。そうね、妹はどういうことだ。だいたいお前なんでそんなこと知ってるんだ。そんなことを気にする暇があったら足りない部員を集めたらどうだ。廃部になって当然だ。言ったな、いいさ、やってやるさ。あと4人なんて簡単さ、できないじゃない。あいつは絶対にサッカーをやめたりしない。まあね、その時のためにもサッカー部を早めになんてさせやしないんだ。口だけならなんとでもいい。風丸、陸上部。サッカー部室の北の野球場エリアにある陸上部グラウンドに行ってみるか。野球場エリアに行けるようになった、あの上のとこか。目的、部員を集めよう。ブログがアップされたんじゃない、ブログ。ブログを入れ、練習試合も決まった、大切なことコメントしてるじゃん、あの子は。どんな記事が書かれるか楽しみでやんす。ゴーエンジ君が入ってくれれば帝国にだって負けないのにな。サッカーをやめた理由って一体何なのかな。ゴーエンジさん、すんなり入部してくれるでやんすかね。すごいコメント書くね、この子。うん、ちょっとちょっと、うん、メガネくんだ。君たち今頃部員を集め出したんだって。お前もどうだ、一緒にサッカーやろうぜ。いいお断りだよ、そんな格好悪いこと。最後の一人として入部っていうのならいいかもね。メガネのヒーローが弱小サッカー部を救ったなんて、なんだかかっこいいじゃないか。その時はついでにエースナンバーも僕がもらってやるよ。あはは、あら、ここで。メガネくん、あと一人の時に頼み込めば部員になってくれそうな気がするな。でも役立つな。陸上？ああ、これじゃない？風丸。よう、遠藤、今度は全国優勝のチームと試合だって。全くお前の周りはいつも大騒ぎだな。どうせ部員も足りないんだろう？そういうことなら、俺サッカー部に入ってもいいぜ。お？新入生もしっかりしてるし、陸上部はあいつらに任せても大丈夫だろ。ほんとか？サンキュー風丸、お前がいてくれれば百人力だ。気にするね、俺がしたいからそうするだけさ。お前とのサッカーは結構楽しかったしな。
サッカーの世界の最高のスピードで駆け抜けたミンセルズ。風丸一太郎、一郎太、いきなり入ったね。あとはちょっと周りの人に聞いて、部員になりそうな人をちょっと聞いてくれたよ。部員を探してるって生徒が多いといえばやっぱり教室だよね。ああそう、ブログ。2年生に気配を消すのが上手い人がいるんだって。相手の裏を書くのが上手いかも。早速教室に行って。部員教室ね。この一番端の子怪しいね。これジン。はい、サッカーか。すごい選手には有名になってる人も多いよな。俺もサッカーをすればもう少し存在感が出るのかな。あ、存在を消すのがうまいっていう人じゃない。はい、よし、いい機会だしサッカー部に入ることにするよ。俺は気配を消すのが得意なんだ。そのあたりを意識して使ってくれよ。影のジンが仲間になった。あと2人だ。部員を探してるなら部室棟あたりにいろんな部活がを渡り歩いてるやつがいるらしいぞ。あー、サッカー部室の左にある建物だよ。ブログ。部室棟あたりにいろんな部活を渡り歩いてる人がいるんだって。その人ならきっとサッカーもやってくれるんじゃないかな。これか。マックス。サッカーね、そういえばそれはまだやったことがなかったな。他のスポーツに飽きちゃったし、今なら入部してもいいよ。いつまで通過。いいじゃん、マックス。じゃあよろしくね。僕は器用だから一通り何でもこなせると思うよ。ただあまり退屈させないでよね。僕って飽きっぽい性格みたいだから。めんどくさそうなやつだな。松野空介。あと一人、さっきのメガネのやつ、今なら引き受けてくれ。もう一度話しに行こう。よし、もうメガネ組んで決まりだ。高円寺はまだこの先のお話かな。この辺じゃない。おや、仲間を3人連れてるってことは僕が最後の一人ってわけ。そんなに僕の力が必要なの。まったくしょうがないな。入れたくないな。でも条件があるんだよね。僕にエースナンバーの10番をくれるっていうなら本気で考えてあげてもいいよ。いやだな。まあはい、いいよ。本当？そこまでされちゃ仕方ないね。入部してあげよう。練習？そんなのエースには必要ないだろ。それじゃあこれからもよろしくな。いやだな、嫌なやつ。メガネ君が仲間になった。これでなんとか11人集まった。ミノズマイレブンだ。部室にいるみんなに報告だ。よし、なんて言うんだっけこういうの、パーティー。うん、僧侶とか魔法使いとか。あ、じゃあなんか話しとく。なんだ、話さなきゃよかった。なんだよ。よし、集めたぜ。部員が11人集まったぞ。まさか本当に集めるなんて。これで帝国と試合するしかないってことだね。久しぶりの試合だな。早速紅白戦で練習だ。しまってこうぜ。本気で勝つつもりなんですかね。腹を決めるしかない。とりあえず練習。グラウンドの整備からよ。18点。